丹波東橋は、長野県長野市の西川に架か,かる国道117号の橋梁。橋の下で裾花川が西川に注いでいる。橋の四隅に鎮座する、善光寺城野東長野市は傘と五丁目と青木島一丁目とを結ぶ。長野市南部から長野市街地に至るメインルートであり、多くの利用がある。市南部と市街地とを結ぶ無料の橋はこのほか長野大橋のみで、 あるため、ボトルネック状態となっている。長野市都市計画マスタープランでは、両端の中間の長野赤十字病院付近の西川両岸を何らかの形で結ぶ構想も示されている。北国街道西川の私の流れを組む歴史ある重要な橋である。橋のたもとには北国街道内で最も古いという善光寺城や党が親柱のように鎮座する。 現在の橋は四代目にあたる。丹波島の私し跡北陸方面を除く長野市内、発着高速バスのほぼすべてと、川中島、篠野井、松城方面への路線バスのほとんどが丹波島橋を通る。丹波島橋とその前後の約5キロメートルの区間には、バス専用レーンが整備されており、円滑な通勤輸送に貢献している。本校では、橋の名を冠した。 丹波東京南停留所について述べる。橋南詰めの国道117号と長野市道との交差点を中心に4つの乗り場を持つアルピコ交通の高速バス、一般路線バスと長野市循環型乗り合いタクシーの停留所。停留所名については地元のアルピコ交通の他半球バスが車内放送で丹波島、橋南と読む一方で京王電鉄バスなどは 丹波島橋、南と読んでいる。なお、停留所標識のローマ字表記は丹波島橋南となっている。高速バスは、アルピコ交通が関わる高速バスのうちすべてが停車するが、一方、超電バスの高速バスはすべて通過する。一般路線バスは、長野駅方面から県庁通りを進んできた15夜の、系統が、ここで4方向に分かれる。長野駅方面へ向かう。 乗り場の前には、長野市営丹波東京南自転車駐車場が整備されている。ありがとうございます。